くんさ、はい、あのもしもギターが弾けたらと思ったことない？あ、全然ないです。ない？いや、西田敏行の歌で、はい、もしもピアノが弾けたならって歌知ってる？はい、わかります。それでさ、今日はさ、はい、もしも僕がギター弾けたならっていうもしも僕がギター弾けたならさ、新作をですねご紹介させていただきますので、ドンミシって感じでお願いいたします。じゃあ張り切ってどうぞ。まずご紹介するのがこちらのオンブレチェックシャツですね、カラー展開3色になっててホワイト、レッド、ブルーの3色です。まずオンブレチェックシャツ、そのオンブレっていう意味は何かというとですね、フランス語で陰影をつけるという意味となってます。まあ影をつけるという意味ですかね。はい、ですのでまあ通りチェック柄なんですけど、結構ぼやけたようなチェックとなる、それが結構、アクセントとなるシャツになってます。両胸にポケットがついてまして、両方ともボタンがついてます。左胸のポケットにはバッサルが黒い刺繍で展開してまして、落ち着いた雰囲気もありますね。個人的には僕はブルーがおすすめとなってます。この夏、夏も暑くなってきましたんで、シャツを1枚羽織るっていうコーディネートもおすすめでございます。ぜひオンブレチェックシャツお見逃しなく。続いてご紹介するのが、タイダイティーですね。結構毎年のように、展開しているタイダイティーなんですけれども、今回は、ターゲット、そしてその上に猿という風な、ロゴが入ったタイダイティーとなってます。カラー展開は、大人気のトロピカル、そして、夏にぴったりな、爽やかなイエローターコイズですね。
そしてミリタリー調の展開もあり、カモフラージュ、こちらの以上3色となってます。トロピカルに関してはですね、だいぶ人気が出そうです。毎年速攻完売するカラーとなってますので、今年もお早めにゲットしてください。その他の2色に関してもイエローターコイズなどもすごく、着やすくて、下のパンツの方もですね、シンプルめにするとかなり夏らしく決まったコーディネートになるかと思います。カモフラに関しても結構いなたい感じで、デニム、結構太めのデニムとかと履くと、調子いい感じのスタイリングになると思います。お値段もですね6000円と、T シャツ、まあ、タイダイを染めているんですけれども6000円とかなり お買い得なお値段となってますので、ぜひこの夏はですね、タイダイティーを着て、爽やかに夏を乗り越えましょう。続いてこちらも夏かなり、使えるショーツが登場します。スウェットショーツですね。今回のスウェットショーツは、先ほどのタイダイティーと同じ、ターゲットローですが、上の方はですね、上の方の文字は東京となっています。はい、こちらは結構目を引く、ショーツなんですけれども、今回はちょっとだけ、細めとなってます。結構去年なども、カーゴタイプの、太さだったので少しボリュームがあったんですけども、今回は、スタイリッシュに決まるスウェットショーツとなってます。カラー展開はグレーとブラックの2色展開なので、落ち着いた雰囲気、またはちょっとしたスポーツなどですね、外に出るときには欠かせないショーツとなってます。そして、今回こちらの、チェックポイントはですね、まず全部後ろポケット2つ前、右左のポケット、1つずつ計4つのポケットがついているんですけれども、こちらは、全部ジップがついてます。そして前のポケット右左の方はですね、左右非対称といいますか長さが変わっております。そして右の、ジッパーの方はですね、ファスナーテープのところにリフターが入ってますので、こちらも、見逃せないディテールとなってます。かなりですねディテールをいろいろと盛り込んだ今季のスウェットショーツなので、こちらもぜひ、お試着の上、ゲットしてみてください。続いて、ご紹介するのが、こちらのニューエラですね。先々週ですかねに引き続きこちら登場いたします。ニューエラ950ターゲット、こちら3色展開になってまして、ブラック、ネイビー、カモフラージュどの、カラーも合わせやすい3色となってます。ターゲットの中に入ったワットサルのロゴがかなりミリタリー感あふれますし、どことなくヒップホップ感も味わえるデザインとなってまして、それが、前にドドンと刺繍で入っているというようなデザインとなってます。東京というふうに書いてますが、同日発売の多機能スウェットショーツとロゴを合わせてみるというのもかなり、グッドなコーディネートとなってます。ぜひこの3色のターゲット、ニューエラーですね、ぜひお見逃しなく。続いて紹介するのはですね、こちらかなり人気を博しているマルチツールになります。こちらビクトリノックスというですね、スイス初の老舗ナイフメーカーに別注をかけた、スペシャルモデルとなります。まあ、ブランドロゴを主張するためにですね、こちらの方に猿という風なロゴを落とし込んだアイテムです。マルチツールということで、いろいろ収納されているんですけれども、まず小型ナイフ、爪ヤスリ、ハサミ、マイナスドライバー、ピンセット、爪楊枝などなど、こちらがですね一体型となった便利なアイテムになってます。カラー展開はですね、ブラック、イエロー、レッドとカモフラージュの4色展開となってまして、かなりですねすごくコンパクトながら、先ほども申した通りですね、いろいろお使いいただける優れものとなってます。いざという時にですねパパッと何か出せる男というのはやっぱりかっこいいと思いますので、ぜひですね、こちら身につけておくのはいかがでしょうか。またですねこちらは、かなりコンパクトになってます。長さが、約 58mm、 幅が 18mm で高さが 9mm と、大変もう片手でもう握っちゃうともう隠れちゃうぐらいの、コンパクトなマルチツールとなってますので、かさばる心配もございません。こちらを購入されるとですね、専用の
ケースが、革のケースがですね、ついてきますので、こちらもかなり、おしゃれなケースとなっておりますので、こちらもお見逃しなく。また、注意点といたしましては、かなりコンパクトですし、使い勝手もいいんですけれども、ナイフなど、ちょっと危ないものもありますので、お子さんの手に届かないところに保管しておくなどしていただけたらと思います。今週末こちらも、大注目アイテムとなってますので、ぜひ一つと言わず二つほど購入してみてはいかがでしょうか。ついにですね、数週間の時を経て新たなモンチッチが発売されます。初期長モンチッチですね。かなり、メガネもかけてですね、初期長のトレードマークでもある赤のボーダーのポロシャツも着て、すごく可愛らしいモンチッチとなってます。こちらもかなり数が限られてますので、ぜひお早めにご注文、または店頭の方にご来店いただいてご購入ください。ぜひですね、コンプリートを目指している方はですね、マストでチェックしてみてください。店頭は、4月の25日の12時から、発売開始となりますので、ぜひお待ちしております。そしてですね、もう登録していただいている方もいるかもしれませんが、サンタスティックは、LINE アカウントを新しく作成いたしました。すごくですね、LINE だけでしか、得られない超お得な情報もですね、随時告知しております。今出ているですね、QR コードまたは ID の方をですね、打っていただいて、まず、サンタスティックのそのアカウントの方に友達登録お願いいたします。ぜひぜひ、気軽にですね、LINE の友達登録してみてください。まあ損はさせません。それでさ、今日はさ、はい、もしも僕がギター弾けたならっていうもしも僕がギター弾けたならさ、はい、なんていうんだっけ、このチョーキングっていうか、このクインクインクインって音合わせてるの、チューニングね、はい、こうチューニングするじゃん、はい、そんでまあアコギかなんか持ってさ、はい、ボロンティーでさ、はい、夢中で頑張る君へエールをって歌うねアコギで弾きたいそれでこの歌何の歌か知ってる？ CM の、そうだよね、あの CM レオパレスとかなんとかっていう、その、はい、なんだ、賃貸マンションかなんかの CM で、はい、昔は藤原紀香がずっとやってたんだと思うの。で、藤原紀香がその歌を歌ってるバージョンもあったし、はい、今堀北真希がやってんだけどさ、はい、堀北真希が、そうそう、あの CM ってさ、多分同じ CM シリーズだと思うんだけど、堀北真希がマンションの部屋で弟と一緒に話してんの。で、なんかどっか熊本弁なのかちょっとわかんないんだけど、姉ちゃん、俺東京の大学が合格したら姉ちゃんと一緒に住むけんねみたいなこと言う、知ってる？その知ってます。で、なんかその CM の最後で弟が多分合格したのか斜め上に住んでるっていうオチだと思うんだけど、なんかその弟に見えないの、なんていうのかな、その顔がちょっと違ってて、で何遍その CM 見ても多分ストーリー上斜め上に来たのは弟なんだけど、でここまで話してあんまり面白い話じゃないよねっていうのは1個と、じゃあこの話置いといて、でその CM の一番最近のやつが、なんかあの堀北真希が部屋を新しくしたんでホームパーティー開いたっていう設定で、いっぱい男女の友達が来るんだけど、一番乗りで男の友達が1人だけ来ちゃうわけ。その CM 見たことある？ない、はい、そんで僕インスタにもアップしたんだけど、一番最初に来る友達がなんかハットかぶって腹巻き、黒い腹巻きみたいなのしてて、でその上にジャケット着てて、なんかトラさんみたいな格好なんだよね。で、家の中に入ったらジャケット脱いで、あれ俺しかまだ着てないんだとかって、ちょっとやらしい雰囲気になるのっていう CM があるんだけど、なんでトラさんのコスプレしてんのかなって俺思ったの。でそれをさ、インスタに書いたわけ、あのなんで堀北真希の CM 相手の男がトラさんのコスプレしてんだろうって書いたらさ、どなたかがさ、なんだっけあれ、カウベルトみたいな、まあ、要はさ、あれなんだっけ、タクシードとか着る時の腹に巻くやつなのかな、
それをさ、もしかしてあれカウベルトなんじゃないですかみたいなの書いてくれたじゃん、はい、で俺やべえと思って、はい、俺がファッション詳しくないのバレると思ってで、はい、あの無視しようかと思ったのそのコメント、はい、だけどそれもちょっと全然ありだったんだけど、はい、まあ、ですよねわらみたいなこと書いちゃったの、はい、そしたら要するにそれは分かっててやってるんてですよっていう風にしようと思ったんだけど、はい、そしたらその人さなんかつまんないこと言っちゃってすいませんってもう一回書いてきたんだけど、はい、そうじゃないんだよね、あのその人つまんないこと言ってんじゃなくてあのだからきっとその人が正解なんだろうね、はい、うん、ただあのスタイリングちょっとおかしかったけどね、まあ、そうそう、うん、っていうぐらいのどうでもいい話を毎回この動画で考えてるんだけど本当難しいよね、難しいですということで、また来週です。バイビー。大好き。サンタスティック TV チャンネル登録してね。スマホの方は下のコメント欄から登録できますので登録お願いします。でいいねもよろしくお願いします。イエーイ。このお前も。実物見たらきっと言うだろう、後ろから前からどうぞ、後ろから前からどうぞ、ワンツーワンツーで少女マーク貫通、少女マーク出血確実だって、今夜はお前をメロメロだって、お前は